何分ぐらい止まってました？ごめんね。すいません。充電完了。充電完了です。充電しながら。ようさん、さとし、あきおめ、すみません、ありがとうございます。充電、なお。お昼、いらっしゃい。いや、充電し忘れてたっていうか、この端末がすぐ充電なくなっちゃう端末っていう感じです。モットーさん、こんにちは、ありがとう。6S はもう使えなくなったよ。 使えなくなったっていうか、言ったらデータのために生き返らせた。 で、大粒ちゃん、タコありがとう。これはもう5とかですよ、多分5。あ、言わなかったっけ前。 覚えてないか。 ももさん、こんにちは、ありがとう。タカさん、こんにちは、ありがとう。ジジョージからさん、こんにちは、ありがとうございます。距離詰まってきた？マジ？ レイレイさん、おはよう。向かい風。あと3キロ。小田原駅前。ゆっくん、宮本さん、みどりさん、おはようございます。山さん、おはよう、ありがとう。2位と3位の差は2秒なの？うわ、本当にバチバチですね。超気になるじゃん、最終的にどうゴールするか。マイヤスケさん、こんにちは、ありがとう。
でも辛そうだね。1位の小田原中継所、あーここよく見ますね。まあ一問です。山男たち。ラストの森。ブラッドさんこんにちは。イソシローさんこんにちは。ありがとう。夏とおたっきーさんこんにちは。ありがとう。うん、箱根駅伝なおです。国はね、確かに。もっくんさん、清めすまし、ありがとうございます。電車さん、こんにちは。見に行ったことないよ。なんかそういうマラソン系というか大会見たことないな。シュガーティーさん77素敵なムチエさん、おはようありがとう。てか初夢全然見なかったよ。初夢なんか何の記憶もない何の記憶もないな。今日の夜でもいいの？みんな見た？初夢何の記憶もないんだよね。だから見てないってことだよね。記憶なし。千葉さん、ズミさん、こんにちは。ありがとう。そっか、じゃあ今日見る夢でも OK。 毎日見てるの夢って？マジ？見た？記憶ない。ジーゴさん、おかみさん、こんにちは。ありがとう。パイのみさん、こんにちは。ありがとうございます。覚えてる時ってじゃあ相当だね。なんか8コンディビリ見てくれたの。確かになんかさ、直前までなんか見たり聞いてたりしてたことが夢に出るってあるあるだよね。ゆっくんのぶでーでーさん、こんにちは。ありがとうございます。うん、
司さん、白龍さん、こんにちは、ありがとうございます。眠りが浅いと、あーね、そうだよね。もうすぐ、もうすぐあれですか、タスキつながるところ、頑張れ、頑張るんだね。え、結構辛そうだよね。順調なフィリアさん、こんにちは。夢の中の自分驚いてない。意外と冷静だよね、夢の中の自分ってマジで冷静。あ、もうもうタスキを取って、え、そういうこと、そんなん、そんなエピソード、頑張れ、あー、なんか辛そう。え、大丈夫かな、足。あとちょっとね、この上り、頑張れ、走り切ってほしい、ここです、頑張れ頑張れ、あとちょっとだ、いけるいける、おー、いけたじゃんいけたじゃん、ナイス、あー、頑張ったね。やっぱ釣っちゃったんだ。走り切りましたね、そうだね。お、ここもデッドヒートは、あー、抜いた。なんかみんな本当に苦しそう、本当に。総一郎さん、こんにちは。竹根っこさん、こんにちは、ありがとうございます。魔物っているよね、絶対ね、その当日だからこそ。お、たすきがつながります。めっちゃ早かったぞ今。いや、山です、山が。どんどん来ますね。
どんどんつながっていきますね。クラッシュノブこんにちは。大丈夫か。頑張れ頑張れ。10人つながりました。あ、お豆さん、たこ揚げありがとうございます。ありがとうありがとう、お豆さん、ありがとうね。お豆さん、お豆さん、たこありがとうございます。20キロは辛いんだよ。そうだね、4回なんだね。久しだよさん、おはよう。先頭と1キロないから、うわー、全然順位の変動はありますね。そうだよね、坂道20キロってやばい。ねえ、ずっと上り坂。え、ドラさん、清め。風がやばいんですかね。声かけてますね。もうここも結構差がないですね、本当に。ね。コースの思想があるんですね。ね、下りっぱなしも大変ってね、聞くよね。下りだから坂はねできるんだけど、下りはできないって人もいるしね。年は少ない。うん、だよね。ねえ、なんか下りはさ、もう知らない間にどんどん疲労が溜まってってみたいな、負担が溜まってって急に来そう。
分42秒。すごい、ちょっと電車が、これは何の電車？そっか、最後に平坦がきついんだ逆にね。いやでもほんといいお天気でよかったよね。小田急？鉄道？鉄道？小田急？疲労がどんどん溜まってくる。ああ、そうなんだ。うん。お。コース。一気に駆け上る。うわあ。いや、本当に坂だね。ほん。うわあ。ゴールがピーンって。なるほどね。そういうコースですか。いやここはなんか変動ありそうですね。めっちゃ坂？7キロ以降急にグンって下がってなるのか。うわー山だ。ねえ、か、そうなんだ。風ね。ラッキーデオさん、タコありがとうございます。うん、寒かった。あ、そっか、さ、確かに寒そうだね。日当たらないし風も強いし体冷えそう。清めすまし、ありがとうございます。清めすまし、ありがとう。わあ、坂になってきたよ。坂だ。向かい風は辛いのね。一番辛いね。雪降ってる時もあったんですか、箱根駅伝って。今まで冬はめっちゃ寒いんだ。あった。あ、そっか、20年前。めっちゃ前だね。なんか天気いいイメージ多いよね、箱根駅伝って。超綺麗だね、なんか本当に。
凍るんだ。お、1位がちゃんと差を広げていっています。すごい。はい、たげちゃんおはよう。建築田さんおはよう。店頭、まあそうよね、凍ってたらね。ここもね、本当に差があまりないからね。山形、そうなんだ。ギリギリだったね。40秒。ああよかったね、間に合いますね。でも15分、ねえ間に合ったね、よかった。15分、15分か。ねえ、15分の差すごいな。つながりましたね。マッコウザカナさん、サムさんおはよう。明けおめです。確かにね、経験重ねてられる方は強いですよね。ねえ、差がつく。ここからはね、3号車を詰めてきてる。2人抜いた、すごいね。やっぱ変わりますね、順位ね。ペース上がってる、ペース上がってる。マコトさん、近石さんおはよう。ありがとうございます。山の神、CM 来る。おーシムクルー。15秒差わ。あとはその抜くタイミングだろうね。山は確かにドラマがありますね。焼き梅スマッシュありがとうございます。ズッキーさん、そうだよ、車でもきついのに走るってなったらね。
でももう1時間後ぐらいには往路ゴールしてるってことだもんね。わあ、1時間こっからまた1時間走る。新橋新橋もね一挙再放送してますからね今何話ぐらいなんだろう新橋だって朝の5時40分ぐらいからやってたんでしょ。ハンバーグ今最終回、超いいところじゃん今日のね夜9時からの新春スペシャルね見ますのでね、配信で。見てた？駅伝一本。あ、キッキーさん、清めです。ありがとう。年末ですね。なんか夜中とかもずっと番組やってたりしますもんね。まだね。でももうそろそろ終わっちゃう。三月、今日もう今日の夜までとかかな。夜中も放送あったりするの。もう明日の夜とかも普通に戻っちゃってさ。ねえ、お正月が終わっちゃいますよ。本当に早いね。でも正月ってそういうものよね。そんなこと言わないで。往路優勝でもここまで来たらね、往路優勝してほしいなって思う。仕事始まったばかり初詣でね。うわー、距離が詰まってきたね。うわー、すーごい近づいてきたね。抜きそうだね。これはもう抜いちゃうのかな、ここまで来たら。一年生か。でも期待されてるんだもんね。うわー、これはどうなんですかね。もう抜く気満々ですね。すごい鉄痕の山男。そうだね、差をね、そう離されないように。
どうなんですかね。ね、並走してるね。山登り。あ、給水？給水。そうだね、給水の。給水の方も大変だ。給水ね。ハシさん、こんにちは。ありがとうございます。リンゴさん、こんにちは。トウさん、こんにちは。ありがとう。うわあ、きつそうだな、坂。でもなんか選手のそれぞれのパーソナルな部分が聞けると親近感湧きますよね、やっぱりこう見ててもね。うわあ、デッドヒート。ついてってるね。2位争い。給水。差が全然ないですね。 K 君、こんにちは。いや、ついてってるね。ついてってるよ。なんかまだいつでも抜けそうだね。確かに、どんなトレーニングしてんだろうね。全然そう。全然ついていけてますね。駆け引き。
こういうのってもう抜けるって思った時はさ、抜いた方がいいんですかね。もしこう距離離れててこう詰めてくることができてたら、確かにいつペースを上げるかみたいな。ワンカメさん、うんこちゃんこんにちは。風よけね。うん、初詣お疲れ様です。気温高そう。あ、そうなんだ、いいね。え、まことさんこんにちは、ありがとう。プレッシャー、余裕ありそう、余裕ありそうですね。うん、ペース良さそう。あー、そういうものなんですね。そういうのがあるんだ。先頭で走るっていうね、その。ウォーカーフェイス。余裕のある。確かに、どんなランシューというかスニーカー、シューズ使ってんだろう。いつもの場所？お、また沿道の方が増えてきましたね。向かい風に合う走り方、うん、下半身をしっかりさせなきゃいけない。でも、なんか余力はありそう。うわー、ここもずっと抜く？
ごいね。うわー、これどこで差ができんだろう、この2位争い。もうほぼ本当にほぼもうぶつかるんじゃないのってぐらいくっついてるよね。超近い。でも絶対いつさ抜こうかさ様子伺ってるよね。山の神。ねえ、めっちゃぴったり。めっちゃぴったりタイミング。でもまだ半分いってないのか。抜くんだ。この CM いい。確かにこの箱根駅伝ならではの CM、ね、頑張れ頑張れ。タモさんこんにちは。ありがとう。なんか切ない。今年あの大歓声は聞こえない。でも今日にかけるあなたの前が変わらない。いやでもこのくらい人がね応援しに来てくれてたもんね。うん、かっこいい。上りで差を開いて逃げるかペースアップか。上りで差を開いて逃げる。確かに難しいところだね。でもなんかやっぱ下り後半にね体力残しておいた方がいいっていうのを聞くとね、やっぱ我慢して我慢してって感じかな。2回目か。ここね、登山鉄道さっき。じゃあ向かい風がきつい時は沈み込んで下半身を安定させて走ろう。残り1キロ。電車。圭介さんこんにちは。もう半分来た。電車ただ止まるんだ。そうだよね。うわー、マジで並んでるって感じだね。なんか抜きそうだね。離れないね。
なになになに、これどっちの、どっちの工事、え、え、どっちどっち、え、こういうのいいんだ、え、こういうのいいんだね、めっちゃめっちゃ声かけてあ、2位の学校の方、へえ、ね、なんかこんなこんなに聞こえることあるんだ、コーチングそうだよね、え、あの車に乗ってる監督はどっち、2位の方、3位の方の学校の監督は乗ってないんですかね、マイクで声をかけるのも監督の駆け引きがある、あ、作戦がバレちゃってみたいな でもさ、ああいうのさ聞こえるとさ、なんか、あ、あい、なんだろう、自分も気をつけようみたいに思っちゃうよね、なんか言われてない方も負けないぞみたいな、サイの学校の車、その、あ、そっか、そうなんだ、うまくペースメーカーに使ってる、あ、監督の運営者があるんだ、へえ、そっか、でも どこについていられるかだよね、みことさん諦め、いやでもほんと安定してる、ほんと安定してるよ、ペース3年生、もうちょっとじゃあ上りが続くんですか、小分け前、あ、電車止まってた、嘘、選手がどこ走ってるかめっちゃ詳しい、ねえ、サイン重ねてるもう夢はでっかく、
離れないね。いや、A もマジ並んでる。なんかさ、ずっとついてこられる側もさ、精神的に来そう、本当に。1分53秒。なかなか離れてるね。わ、ここも近いね。圧が、うん、ここも近いよ。もうでもさっきほどの距離感で、ね、あれはほんと近すぎだよねすごいぴったりだよねあれはうん、あんくらいの距離だと思ってた。なんかついていくって言ってもめちゃめちゃ近かったよね。2、3がめちゃめちゃ、え、ほんとなんかぶつかるの気をつけなきゃってそこ気にしちゃいそうなぐらいさマジでぴったり。ほんとになんかずっとついてきてるよみたいな隣ぴったりの並走だよこれは。普通はなんか4位5位ぐらいのあの感覚かなって、あのくっついてるとしてもさ思うけどさふふ山おろしの風。あの距離で、いつ抜くんだろう。絶対抜くよね。いつここだって思うんだろう。本当に最後の最後かな。でもあんまり最後の最後すぎても差ができないもんね。どっかで離すよね絶対。ねえ、あの距離感はすごい。下りで一気に。え、下りで一気に差をつけようと思ってるとしたらどんくらい差つけられるんだろうね。体力温存、うん、大事よね。体力温存。え、でもあともうちょっとじゃん。多分ゴール。落ちたらすぐに抜いて落ちなければある程度。そっか。そこはもう見極めなんだね。まだなんか余裕ありそう。坂ばかり。
るほど。へえ、重心は低く、こっちの後はこの頭の角度で、そういうバランスの取り方なんですね。最後の1キロ、最後の1キロでそんなさ、どこで狙ってるの。ペアが離れた。前傾姿勢出してると勝手に足が、あー、なるほどね、勉強になります。山職人山職人、すごいいろんな名前がある山男とか山職人いろんな、清よしたささん、こんにちは。山専門職人、双子、あ、そうなの。山職人、よしくんさん、こんにちは。宮城、おお、宮城の称号いろいろ。山さん、こんにちは。山パン、どういうこと確かに山の神の印象が大きいよね、やっぱね。え、話したじゃん。え、全然話したじゃん。鉄コン、鉄コンの山男。え、開いたじゃん、すごい。え、めっちゃ話したじゃん。なんだ、え、なんだったのすごい、急になんか、え、演技、え、すごすごね、すごい、なんかランナーズハイ来たのかな。逆に、でも逆にその方がさ、ずっとあの、いつ抜けるかなって思ってた方がさ、え、マジみたいな全然いけたのみたいな、逆にメンタルくるね、ついてった方。やっぱそこは経験がものを言うんだろうな。あと3キロ？もうあと3キロなの？早っ。一緒に行こうってあるあるだよね、一緒に走ろうねみたいに言っといて、どっちかが先に行くみたいなあるある、マラソンあるある一緒にゴールしようねとか言って、気力で、そこメンタル
あれ何なんだろうね、一緒に走ろうね、一緒にゴールしようねって言って片方はめっちゃ走るみたいな、あれ何なんだろうね本当にマジ謎の現象じゃない？なんか意外と走れちゃったみたいな、そういう感じなのかな意外と走れちゃったから行けちゃったみたいなえ、なんか足が大丈夫かな、え、やばい、やばそうだね、なんかね、足にきてそう。ねえ、なんか釣りそうなのかな。ゾウリムシ。吐くよ。うわーマジ落ち着いてる、変わらないね、なんか。あと7キロ、7キロ裏剥ぎに来るんだ。1位はあと5キロ。お、下り？下り来た？ここからもう下り？あー、もう一回登るんだ。もう一回登りが来るんですね。お、給水。切り替えなんだ、そこも。へえ。あ、めっちゃ離れたね。え？超離れてない？どこ？すっごい距離出たじゃん。え、なんかすごい。山を知り尽くして。向かい風が辛いんだろうな。
いや、山職人じゃないですよ、山男ですよ、こちらの方は。うん、めっちゃもう直で受けてる本当に。うん、山を制する。称号いっぱい。ストライク走法、ピッチ走法、風、そんなに風こうちょっとしたこのあれだよね、ちょっと縦に揺れて走るのだと、そのちょっとしたこのこう浮いた時間でもうその風でみたいな、なんか全然それが積み重なるとみたいな。あるんですね。やっぱそこでこう頭を動かさない、こう前に行く感じに、そんな風ってすごいな。そんな戻すんだ体を、すごいな。勉強になります。もうどこまでも突き詰めていくんだろうね、そうやって効率のいい走り方をね。すごい、じっくり見てますね、箱根。下り、いやでももうなんか1位でゴールするよね、そうするよ、絶対往路優勝するでしょもう。いや私はもうそう思う。もうそうだと思う、あのまま。ヨネシさん、おはよう。いやもう絶対そうだよ、あの安定感絶対いけると思う。大どんでん返しはね、ここはないかな。いやマジ昨日のコントはマジで大どんでん返しだったね、ほんとに。
張れ。4画面雪積もる。あ、そうなんだ。解説職人。うわあ、足がやっぱつらそう。やっぱめっちゃ映されますね。やっぱりすごいなんかね、多いよね、やっぱり映る回数が。めっちゃ映す。こんにちは、ありがとうございます。明けおめ。確かに。わあ、本当にくねってるね。こう見るとくねくね。カーブが急なのよ。ウィンってカーブが急すぎて。ね、すっごい顔。フィニッシュ地点。わあ、綺麗。お、ここはゴール。わあ、いつもだったらね、たくさんの方がいらっしゃる、こうにぎわったゴールなんですけどね、しょうがないですよね。すごい、ちゃんとやっぱ1時半ぐらいだね、やっぱゴール。いけるいける、頑張れ頑張れ。うん、でも嬉しいよね。おお、大きな鳥居だ。立派。いいアングルでしたね、今の。すごいいいアングル。いつものアングルなのかな。このアングルが人気なんだよねっていう。あと1キロ。いい表情してる。ええ、やばい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 。バイ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 。辛そう。
大丈夫かな。うわあ。ねえ、どっちの足も辛そうだね。2号車いやでもほんと寒そう、足が赤くなってきてるもんね。寒そう、相当冷たいんだろうな。ねえ、風強いね。確かにね、まだ諦めてないよね。そうだよね、つなげようっていう。ね、はい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 、だよね。ね、好きなことができることがありがたいことですね。え、あと500、600。うん、近づいてる。91回大会、初だもんね。え、嬉しいじゃん。いいペース守ってるし、頑張れ。やっぱ表情変わってくるね、ゴール近づいてくると。うん、そうだね、仲間の存在大きいよね。チームを背負ってるっていうね。いや、最後までいい走り、本当に。もうゴール？すごい、ちょうど1時半ぐらいだ。すごい。どういう気持ちなんだろう、ここ。あー、来たー。ナイス。オッケー。28分8秒。いいね、いいね、いいね。おー。お、止まらない止まらない止まらない。おー、あー、でも結構すごい。安定してクールに走ってるように見えたけど、やっぱ結構来るんですね。でもいいね、声かけもいいね。よかったよってね。そう、2位争い。ね、初の往路優勝。やっぱ負けられないよね。気持ち的にもね。
ひろしさん、こんにちは。鉄コン。そっか、足の裏とかもね。お、よかった、守りきったね、2位ね。いやでもよくね、距離そんな離されずに来ましたよね、この1年生の子も。ねえ、すごかったよね。ナイス。そうだね、1年生だから、1年生でこの経験できたのは絶対大きいよね。お、監督のアドバイスというか声掛け。すごい、こんなにさ、なんか足音も聞こえるってすごくない？選手の走ってる足音がすごい聞こえる。いつも聞こえてるっけ、こんなに。でも、あ、すごい声掛けが。いけいけって言ってる。うん、結構端っこの方でゴールテープ端っこの方で切るみんな割と真ん中行きがちだけど、端っこの方で。お餅10個、すごい、めっちゃ食べたね。強い？だってさ、何人かがこう同時にゴールとかだったら分かるよ。でもさ、自分一人だけでさ、せっかくだったらね。だってゴールテープさ、端の方で持ってる人もちょっとなんかこう、ぶつかんないから大丈夫かなみたいな感じだったじゃん、多分。
え、ちょっと避けた方がいいかなみたいな、絶対なんかそう構えてたと思うよ。端っこねみたいな。え、絶対この人も絶対真ん中で切るよ、ほら真ん中じゃんね。ほらこの方は真ん中ね、だからな、なんだっけ、あ、この方もちょっと始めな、あるんだろうな、なんか。あ、シード権、うわー、なるほどね、10位までがそうだったのか。あ、でも走り切ったね、走り切ったじゃん。行ったね。絶対さ、左側には来ないね、真ん中か右のやっぱ多いね、やっぱコース的、曲がってきたコース的にそういった方がやっぱだよね、だって曲がってまたこっちに行っていくとね、行きづらいよね。真ん中か右側かみたいな、自然とそうなる。左側にっていうのね。うん、アデノシンさんギフトね、ありがとうございます。本当に足音がよく聞こえる。弥生さん、釣りゆうさん、こんにちは。8分ちょいさ、うん、あ、双子、双子ってさっきコメントあったね。あ、山職人の方、こっちが職人。あ、一斉スタートになるの？そうなると、え、もうこっから、ここからはもうあと明日一斉スタート？あ、結構左目だ、この方は。え、初じゃない？左目、左目でゴール。
え、すごい、え、すごい、ひょいってひょいって運んでる、すごい。一斉スタートか。18以降は一斉スタート。そっか、なるほどね。あと何チームだ。今19位まで来た。10分差以上。ね、明日の袋ドキドキじゃん。袋ドキドキ。21チーム。じゃあ、あと本当にちょっとか。え、映すんじゃない、そこは。そこは映すでしょ。さすがに。あと2チーム。インタビュー。おお。なんか声が。あ、でも嬉しそう。あ、4区でね。うん、予想していなかった。うん、やりきった感すごい伝わってくる。
陸の王者だって。あ、そういうわけじゃない、陸の王者称号が、海の王者、陸の王者。10番目、あと1チーム、ラスト頑張れ。結構まだなんか山って感じでしたね、景色が。もうあと少しなのかな。ひでゆきさん、こんにちは。あ、感動的な CM だ。2キロ以上、そっか。すごい、なんだかんだ2時間ぐらいがっつり見てる箱根駅伝。なんだかんだがっつり見てるな。こんにちは、ありがとうございます。まあお正月ならではですよ、正月ならでは。私普段全然テレビ見ないからね、ほんとマジで見ないよ。ラスト頑張れ。頑張れ。
ね、あとちょっとじゃん、ほんと。あとちょっと。これで全チームが来ましたね。お、ラストは真ん中で。20位か。これで全員？全チーム？いい走りでした。パチ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 。いやー、どこ優勝するんだろうね。確かに。ケアすんのかな。そうだね、全チーム。おお。ギリギリのタイムなんだ。みんな予想してなかった結果。厳しいんだ。予想外？みんな予想外だった。わあ、激アツですね。スタート。おお、最初1位だったのね。おお、ここで変わる。本当にすごい順位変わったよね。え、めっちゃ変わってますね。ここでまた変わって、トップ。お、
ここでか。急にここでなんだ。なるほどね。いやデロシーさんギフトありがとう。気づいたら来てましたね。でここからあとずっとか。ここ話しましたもんね。頑張ってね。なるほど。鉄コンの山男。山男、山職人、山の神。ねえ、めっちゃ変わってたね、こう見るとね。全然全然どうなるか分かんないオーロですね。山シリーズ。はい、ということでね、箱根駅だ、オーロ、オーロだー、うん、オーロじっくり見させていただきました。いやー、これは明日が楽しみだね。袋もね、人を見れたら見ましょう。オーロ袋大事。もう袋だってね、もう全てが決まるわけですから、ドキドキのね。少々お待ちを、少々お待ちを、少々お待ちを。うん、こうやって改めてじっくり見ると楽しいよね、駅伝ね。うん、優勝してほしいね、なんか。優勝してほしい。よいしょ。駅伝で、駅伝を見てお正月過ごす、いいじゃん。うん、あっちゃん、タコさんありがとう、ありがとうございます。クマタコ、タコクマ、つかみどり、中国の極めすまし、ありがとう。たこ揚げ、うん、つかみどり。いやでも寒そうだな、本当に寒そうだった箱根。明日朝7時からなの、早い、早くない？
明日、すごい、明日はさらに早いんだ。あ、でも同じぐらいじゃん。8時じゃん。明日は何があるの？テレビ。あ、天気の子じゃん。明日なんだ、天気の子。見る？明日天気の子一緒に見る？ノーカットじゃん。私見たことないんだよね、天気の子。見ます。じゃあ明日は天気の子見よっか。え、ノー、だってノーカットってさ、え、夜の9時からだよ。ノーカットって貴重じゃない？結構。天気の子。あ、でも、あー、もう4日からはもう普通日常って感じですね。テレビ欄が、番組表が。よいしょ。天気の子、なんとなく流れは知ってるんですけど、ちゃんとは見たことないから。天気の子。天気の子。天気の子もめっちゃヒットしましたよね。すごい流行ってなかった。なんかそんなイメージなんですけど。あれ、天気の子の女の子の名前なんだっけ。ね、すごい話題になってましたよね。よいしょ。天気の子、話題になってたよね。はるなさん、ひな、ひなさん、ひなちゃん、楽しみ。天気の子、あ、そうなんだ。天気の子、楽しみだね。この配信は
3時までやってで次の配信4時からにしますね。うさしさんこんにちは、ありがとう、どうも。1時間のブレイクタイムで夜はまあ8時前とかそんくらいから始めますかね。4時からテレビか、お正月、お正月の過ごし方、コンビニあるかどうか。Lチキあるかな。Lチキじゃない。ファミチキ。ファミチキと唐揚げくん。とハンバーグ。売れてるかな。新居始めまだやってるの。エルチキアローソン。エルチキはL の形してる。あ、3時まで、そうなんだ。3時までやってる。でも言うて私もでもちゃんと覚えてないんですよね。逃げ恥。引っ越して思ったら中吉だった。サンドさんの漫才始まる？どこで？漫才してるの？あ、そうなんだ。なんか覚え、でも大体覚えてるよ。大体覚えてます。大体は話の流れは大体は。だから多分ね、大丈夫だと思う。あ、ローソンの L。 L チキも出てたっけ、昨日のジョブチューンで。どうだっけ。揚げ物店長だってコメント、コメントでなんかそういう風に書いてる方がいらっしゃったからさ、本当なのかなって思っちゃうじゃん。パルサさん、明けおめ。あ、そういうものなんだって思っちゃうじゃん、コメントで。
私コメント欄の言葉すごい信じるからね。やっぱ揚げ物は難しいから店長の特権なんだなって思って。え？店長って書いてあったよ。店長なんか店長が忙しくなるみたいな、なんか店長が気合い入れなきゃみたいな。だから私はそのコメントから、あ、店長の役目なんだってそう思った。店長大変やな。揚げ物って結構売れるのかな。結構な頻度で揚げるんですかね。店長だからこそなんか資格があるのかな。揚げ物ね。揚げ物一級。え、店長帰れなくなっちゃう。店長大変。クリスマスの時も、クリスマスは揚げ物が売れる。なんかお正月とかも揚げ物売れそうだけどね。売れそう。めすまし正月はね、ね、このさ、ショールームの背景もいつまでなんだろうね。明日までかな。戻っちゃうのかな、また。明日まで？やばい、なんか。やばくなかった。やばい。明日まで。この背景結構気に入ってるんですけど、私いい色合い。寂しくなっちゃう。明けおめスマッシュありがとうございます。明けおめことやろう。そっか、ギフトもなくなっちゃうのか。
カルタ。正月にする遊びはカルタ、羽根つきよくやってたなあ。スゴロク、スゴロクもそうだね。人生ゲームみたいな感じ。あ、たまちゃんタコありがとう。羽子板、コマ、タコ揚げ。あ、タコありがとう。タコ、タコ、こっちだった。あ、福笑いもやったな。福笑いよくやった。あーちゃん、タコありがとう。タコタコ、エアちゃんハートありがとう。コマ、コマどういうコマ、普通に紐で回すコマですか。テンさんタコありがとうございます。あれ、タコどこ。ベイブレードゴーシュ。花札やったことないな。あ、ヒカルさんタコありがとう。タコタコ、クマタコ。花札いいですよね、そういうなんかお正月ならではだからやりたいゲーム。いや、私圧倒的にカルタが好きだったな。え、てんさんタコありがとう。あれどこ。てんさんギフトありがとう。あ、ま、なんかお昼、お昼みんな食べた。もう これから。食べました。駒回しって難しくない。まあなんとなくやってた、やってはやってたけど。ジョブチューンのやつ探しに行くんですか。あ、お餅、お餅食べた。お餅って結構一度にいっぱい売ってるからね。いっぱい買えるからね。慣れたら簡単。何でも慣れればねできるよって感じなんですけど、慣れるまでがね遠い道のりですよね。お餅食べる。お餅、餅つきしたい。ほいさー、ほいさー、いいさー、ほいさー消費方法。お餅ね、でも何にでも合うからね、お餅ってね。その辺やっぱ優秀ですよね。助かる。
ピザ、つきたてのお餅食べたいね。確かに。二正月、あ、今日から初売りとかじゃんね。仙台といえば初売り、2日今日からとかだもんね。初売り行ったりするんですか？買ったりとか。福袋とかも今日からとかかな。あ、お茶とか。そうだね、そうそう、占いで。初売りね。なんだかんだガチで初売り行かないかもな。あ、昨日行ってきた。すごい、昨日。スタバの福袋？スタバの福袋って何が入ってるの？あれ。コーヒー？コーヒー豆？タンブラー？カード入ってんの？でもめっちゃ人気そう。福袋ね、しょ、なんかちっちゃい頃はな、めっちゃ興味あったけど。なんか最近はな、福袋をチェックしなくなっちゃった。お得に、え、本当にお得？本当にお得とか言っちゃう。本当にお得ですか？
た福袋にはまる時期が来るのかな。本当確かに。でも何が入ってるかわからないからね。だから本当その個人個人の感じ方ですよね。ね、値段より多い。福袋。マッピーさん、清めさまし。受けました。おめでとうございます。靴下と変なサングラスだけどういう福袋それ。だからお洋服とかの福袋はなんかちょっと勇気いるよね。私の中でのやっぱ福袋のイメージはお洋服なんですけど、そう、絶対こういう系統は着ないなっていうものとかがあると、まあ、ある意味挑戦できるきっかけでもあるんですけど、結構チャレンジャーですよね。ミスドの福袋はどんな感じなんですか？買ったことある？どういう感じなの、ミスドの福袋って。ドーナツ引き換え券、へえ。引き換え券、福袋って聞くと欲しくなるよね。その気持ちはわかるよ、すごくわかる。買ったことない？ポケモン出た、ポケモン。最近ポケモンね、ポケモンとのコラボよくやってますよね。お得な、お得な感じはあるかね。ポケモン、ポケモンでもなんかドーナツと相性なんか合うもんな、ポケモンってドーナツのあの感じと。いいコラボ。
あっちゃん、あー、タコありがとうありがとう、あっちゃん、タコタコありがとう。福袋ね、一回は買ったことあるよね。なんか私は昔は、最近はあんまりチェックしてないんだけどね。あ、道博さん、タコありがとう。あ、パイラミ、タコありがとう。道博さんもタコありがとう。タコ焼き、タコ焼き。あ、相馬小太郎さん、タコありがとうございます。道博さん、タコありがとう。タコサンド。タコサンドやねんな。確かに、もうどんな商品入ってても好きっていうところの福袋なら、ね、後悔はないよね。やっぱ食べ物系の福袋がいいのかもね。食べ物も勝負。ヨネックスの福袋、確かにヨネックスがないのかな、福袋。あかりの福袋。使用済みテニスボール。私の福袋何が入ってたらいいの？私の福袋は、私が昔使ってたシャープペン。私が書いた何だ私が使ってたキーホルダー、熱っ。あ、消しゴムもあるよ。まだ残ってる消しゴム。なんでも。なんでも。タレ。このヘアアイロン
あ、怠け者さん、タコありがとうございます。タコサンド、タコタコタコーン、あっつ大丈夫、人治った。ダメだ、正月モードになってしまっている。正月大丈夫です、みんながみんなが思っているより大丈夫です。うん、思っているよ。2回？え、今日早いね、なんか今日のタイム、今日のタイム早くない？トータルで40分ぐらい、32分ぐらい。今日早いね、今日早い日だわ。今日は早い。そう、いつもね、なんとなくタイムを測ってるんです。なんとなくタイム。ホアンさんギフトありがとう。光合成してた。40分ぴったりの時もあるし、そうじゃない時も全然あるし、さひろさんこんにちは。10分も違う、確かにね、結構な、マジ 何が影響してんだろう。本当もう変わらないんですけどね。本当に自分ではよく原因が分からない。何にも意識してないけどね。うん、多分大丈夫だと思うんだけどな。
そうだね。本当に乾燥してるよ最近。まことさんこんにちは、ありがとうございます。けんじさんこんにちは。加湿器してる？毎日ファックしてる。あ、えらい。毎日してる。そうだよ、肌潤いますよ。あれは。充電できない。パサつき減りました。え、本当？なんか嬉しい。合ってたってことかな、じゃあ髪に。タブレットになってるパック。タブレットになってるパックなんてあるんだ。静電気も、あ、髪のなんかバチーみたいなの減るかもね。足にパックはしたことない。あ、膨らむんだ。あ、化粧水は自分の化粧水って感じ。ご飯ね、食べてください。ってなる。私もそういうタイプでもね、なんかオイルのタイプにもよるんだよね。なんか全部が全部、まあ、量とかにもよるけど、つける量全部が全部こうベタってなるわけでもない、大事な前の日に。私の打ち始めはいつかな、今年いつかな打ち始め。ではランキングを、ね、読んでいきたいと思います。13位が一
人にゃんまるです。ありがとうございました。初詣いつ行こうかな。三が日ね、三が日は混みそう。でも行けるといいよね。ありがとうございます。12位があっちゃんです。ありがとうございました。あっちゃん12位、おめでとうございます。ありがとうね。そして11位がホアンさんです。ありがとうございました。おめでとう。ありがとうございます。駅伝杯楽しく、うん、また4時に会いましょう。10位がタスクさんです。タスク、ありがとうございました。第10位、実況配信、あ、本当に駅伝、あ、見れないのか。そうなのね。私がタスクの分までしっかり見ます。第9位がひらっきーさんです。ありがとうございました。あれ、ランキング変わった、変わっちゃったちゃった感じ。あ、6位になったかな、ひらっきーさん、ありがとうございます。第10位が、あ、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。うん、よろしくね。ありがとうね。第10位がナッティです。ありがとうございました。第10位ナティー、おめでとうございます。第9位がチェロさんです。ありがとうございました。おめでとうございます。この後もできたら見るね、うん、またおいでね。ありがとう。そして第8位がケンソリセブンさんです。ありがとうございました。ケンソリセブンさん、ありがとうございました。第7位がテンさんです。ありがとうございます。おめでとう。第7位でした。ね、駅伝感動したね。ドキドキだったよね、予想外展開。逃げ恥もね、また見ましょうね。第6位にひらっきーさん、あ、やった、お疲れ様でした。ありがとう、お疲れ様。第5位がたまです。ありがとうございました。山田翔吾ね、翔吾面白いですよね。また後でね、ありがとうね。そして第4位がテーマです。ありがとうございました。テーマ第4位でした。おめでとう、ありがとうございます。ランク入りありがとうね。第3位が台湾中心です。ありがとうございました。うん、また後で、ありがとうね。また後で。駅伝じっくり見たら久しぶりでした。そうだね、私もみんなとじっくり見れてよかったです。ありがとう、楽しい時間。私は何も言わなかったからね、見てくれてありがとうございます。長時間ね、ありがとう。そして第2位がヒカルです。ありがとうございました。ヒカル第2位、ありがとう、おめでとうございます。そしてゼロ文字第1位が先生です。ありがとうございました。第1位おめでとう、ありがとうね。これだけいじめれて、うん、嬉しかった。そうだよね、見に行ったりもできてたもんね。予選落ちで十何年かぶりに家で見て、そうですね、テレビ箱根駅でも楽しいです。この配信も見られなかったから、確かに今年ならではって感じではありますね。うん、ありがとうございました、見てくれてありがとうね。うん、次の配信もよろしくお願いします。ありがとう。みんなもね、ありがとうございます。次は4時にします。4時から、はい。また割とすぐですがごめんなさい。うん、また後で、ありがとう。じゃあねー、ありがとう、また後でー。